さんす確かにあの日産は日産が歴史を作ってきたというかユーザーが歴史を作ってきた。うん。うん。なんか腑に落ちますね <laughs>。いや確かにねカルロス・ゴーンですからね日産を V、だって日産がその Z とかね GT-R とかこの出したカルロス・ゴーンですからね。 そう。まず、そう、ぜ、まず、Z から改革していったと思うんですけど。いやね、もう、僕、日産の社長の名前は、もうてか、顔も浮かんでこないですもん。で、この前、なんかその動画見てね、あ、こんな人が今、日産の社長なんか、みたいな、そんな,なんか、久保さんの動画撮るとき。全然顔浮かんでこないですね。うん。そう。 まあね、あの僕が運営するドリームアカデミアでも、そのなんだ、一人のリーダーになりましょうっていうね、まあリーダーの話から入るんですけど、<laughs> うーん、なんだろうな、商品を売るとか、うーん、まあ商品を売らなくても、その、まあネットで言うならば、ブログアフリエイトとかね、サイトアフリエイトとかね、まあそれも、うーん、 ま、久保さんもね、サイトを1万個以上作ったみたいなね。だからその人にとって、あ、このサイトいいな、みたいな。この、その人にとってこのサイト、あの、ためになること書いてあるな、と。まずは一人でも、その人のためになるサイトを作らないとダメですよね。一人でも、うん、いい、まあ、動画だったら動画をね、撮ることによって、なんだろうな。 その人のためになり、その人の先生になり、みたいな、その人のアドバイザーになれるわけですよね。うん。なんか、まあ、ね、一番日産がやらないといけないのは、キムタクを採用することではなく、トップを採用することですよね。トップを採用する。トップを、だって今のトップわかんないもん。だから新しくなんかね、あのー、 マックがマックにじゃないですけど、マクドナルドがやばい時にマックから藤田さん引っ張ってくるとかね、なんかやってましたけど、なんか大きいところからこう引っ張ってくるっていうのはやった方がいいと思いますけどね。うーん。はい。いってらっしゃい。